はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。小学校受験、子供の癖や態度、どこまで許されるかです。それでは西荻フレンドリースクール講師の今野慎介先生、よろしくお願いします。はい、どうも、こんにちは。お子様のね、中にもその、なんだろう、結構やんちゃな子もいれば、おとなしい子もいれば、何かにこだわっちゃう子もいて、まあ、10人十色だと思うんですけれども、受験においてどこを気をつければいいか。あといろんなまあ癖だったりとか、うん、その態度が、まあ、あんまりいいことでマイナスに働くことはないけど、その態度が悪いとか、我慢できなかったりとか、いろいろあると思うんですけど、どこまで許容してもらえるのかなっていう、話ですね。許容ね、はい。いや、そもそもなんだけど、うん、なんか僕いろ、長くいろいろとこう見てると、はい、なんか、まあ、わがまま、ちょっとわがままチックだったりとか、あとは、なんだろう、落ち着きが、大事なところでなかったりとか、うんうん、声がちっちゃかったりもじもじしたりとか、うん、なんかそういうふうな、まあ言ってみれば、まあ、その子の特性ではあるかもしれないんだけど、デメリットに働いちゃうかもしれない、受験においてはね、あの一部分っていうのは果たしてどこまで許されて、しかもどうやって治るのかみたいなんで、うん、あのなんだろう、中にはまあなんとかなるんじゃないかなとか、うん、時間は解決してくれるだろうとか、うん、まあこのずっとこの幼児教室に通っている中でなんとかな、当日になったら本人がちゃんと分かってやってくれるんじゃないかっていう思いの人がよくいるような気がする。そうですね、うん、だから根拠のないたらればは危ないよと。あのね、うん、無理なんパターンが多い気がする。 それは結構僕もたくさん見てきて、あの、まあ、こういう子も受け入れてくれる学校がを探してます、ね、を探してますって言っても相当ピンポイントだし、うん、でもその子によっては全然種類が違う。例えば恥ずかしがっちゃって何もうまくできなかったとか、まあ、そういう子だったら学校によっては本当にちゃんと分かってくれる、うんうんうん、恥ずかしがっちゃってんだ、じゃあ他のことで見てみようとか、まあ、集団の中で評価のポイントが、ね、そうそうそう、違ったりするんだけど、なんだろう、中には例えば男の子なんかとテンション高くなっちゃうと、とにかくなんか余計なことをしだしちゃったりとかする子もいたりするんだね、うん、そういうのは評価の評価にも値しないような扱いを受けちゃう可能性もなくはない、うんうん、だって集団行動ができないから、そうですね、だからそういうのを受け入れてくれる学校はあるかって多分ない、うんうん、あの自由を、まあ、自由が大切にしてますよって言ってる、あの明星学園とかよくあると思う、ね、ああいう学校もあるけど、ちゃんと規律は守ってるから、うんうん、たくさん帰ってるし、弟がもう明星だからさ、うん、僕の場合はよく分かってんだけど、あの子たちって自由なんだけど、ものすごい統率が取れてるし、うんうん、言うことは聞くし、規律は守る、うん、その中での集団の方は満たさない、そう、うん、絶対にだ、そうだ、弟によく言うんだけど、なんか自分勝手、明星でどんなのがやばいって聞、うんうん、弟に聞いたら自分勝手なことしてるやつってクラス全員からはぶられるよって。そう、あ、なるほどねって。でもみんな好き勝手やってんじゃないのって聞いたら、まあみんなおのおのやりたいことやったりとか、自分の思うように喋ったり言ったりとかしてるけど、あの守るとこは守ってるって、うん、ある一定のルールを超えない範囲での個性、そう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 、うん、だからあのなんか明星を受けるのでよく思うのは、自由を履き違えてる人が多いなっていうところは僕はよく見て取れる、うん、だけどあの、まあ、どこまで許されるかっていう話なんだけど、基本的には許されないと思ってそうね、望む方が僕はいいと思う、うん、なんかこれで YouTube 聞いてる人の中には、え、じゃあ何、子供のその生活をその封じ性格を封じ込めたりとか人格変えなきゃいけないのかって思う方も中にはいるかもしれないんですけど、ってことじゃなくて、どれだけ自分でコントロールできるようになるかっていうことかな、うん、そう、あのね、なんだろう、頑張って、うん、こうだってそもそもテストという、うん、なんていうかこう大事な 大舞台、ね、特別な日ですよね、そう、特別な舞台、うん、自分のために自分で頑張らなきゃいけないことっていう自覚があれば、うんうん、ちゃんとやらなきゃっていう意識が自分の子供の中にも生まれるはずなのね、絶対に、うん、それをつけずに来るんだったらそれは違くないっていう、うんうん、遊びに来てんのって話になっちゃうから、う、ね、うん、決して学校側は遊びのつもりで来て試験受けに来ていいですよとは言わないはずだし、うん、
楽しんでってねとは言うけど、うん、もちろん子供だからそんな厳しくびっちりとしたやつになってるんですよ、うん、学校がいないしどんだけ楽しませてあげようかって考えてやってるところもありますよね、うん、あでも結構多いと思う、そういうのは、うん、楽しませなきゃっていうのが、うんうん、まず第一に考えてくださってる学校は本当に多いんだけど、だからといって遊びだよと言って行くのは違うでしょって、そう、ね、試験だからテストだからっていう自覚にはなってくるよと。でね、それで面白いのが、あの僕面接特訓とかでもやってたり外部の方見たりとかね、はい、してと思うんだけど、やっぱりね子供だから2時間3時間とかあったら絶対にずっとできる子なんて、うんうん、そういないのよ、うん、ぜまあフレンドリーの子は結構できるんだけど、うんうん、相当鍛えてるからね、そうですね、でも、うん、普通はあんまできないと思う僕は、うん、だけどあのね、僕も見てて思うんだけど、あ頑張ろうとしてんなっていうのが端々で見えてくると、うんうん、なんかこっちとしてはあこの子なら大丈夫かなっていう、うんうん、要するに学校で伸びしろ見てくから、うんうん、よくね先生の話でね聞くんだけど、この子の伸びしろを見て取りましたっていう、よく言いますよね、よく言う、うんうん、この子の伸びしろを見て取ったっていうのをよく聞く、だって試験の時にとんでもねえことしたりとか、うんうん、ありえないことして嘘みたいなことがでも、ね、最後の聞き取りでそのテストの後に、うん、嘘でしょと思ってようなことしたんだけど合格したのよ、うんうん、でも、まあ、うちの子たちだからきっとずーっと四六時中そう、ね、騒いでたじゃないですか、そう本人なりに我慢しようとした本人なりにそうそう我慢をして、 あここでちょっと弾けちゃった、うん、でもまたすぐ戻るっていうのを、うんうんうん、まあちょっとその子はね結構そのやんちゃな子だからね、うんうん、そういうことがあるんだけど、いや結構やらかしてんだけど、でもそのやるべき時とかふと自分の意識が戻った時に、うんうん、あちゃんとしなきゃっていう意識が見えるっていうところで多分伸びしろ見てもらったんじゃないかなって、うん、で僕たちもその外部の人とか面接の時とか見ててピッとしようと自分で思ってる子って見たら一発でわかるから、うん、本当に、うん、もう明らかですよね、かる、あこの子はちゃんとやろうとしてるけど、うん、うまくいってないんだなとか、いかんいかんって、ね、いかんって直したりとか、うん、こっちが言ったことに対して真摯に聞いて、うんうん、ちゃんと受け止めてできるかっていうところを見て、はい、あこの子なら大丈夫かなっていうの、結構僕あの後でフィードバックでお話あの合格の合否を教えてもらって、うん、あこの子なら大丈夫かなと思ったら大体よかったよ、うんうん、本当にそうです、ね、うん、でそういうのを見てるからどこまで許されるかって言ったら、まあ基本的にはダメだと思うんだけど、うん、やっぱそういうふうな取り組む姿勢っていうものを身につけて、たとえ本番になった時に弾けちゃって、ちょっと弾けちゃってやらかすんで子供って絶対に、うん、だけど先生はじっと見てるから、あこの子ちゃんと戻れたっていうところで評価がちゃんともらえてるっていうのは、あのうちの超やらかしまくる子たちが合格をいっぱい取ってるのを見ても、うんうん、あの僕は確信を持って言えてるだから大事なことは親の意識だね、親の意識、だってそうじゃない、子供は自分で意識を変えられないから、うんうん、親がしっかりと子供に自覚をつけてあげて、ね、あなたは試験を受けに行くんだからねって、うん、ここはちゃんとする場所だから、ずっとじゃなくてもいい、初めのね方だけでもいい、うんうん、自分が気づいた時にでもちゃんとしようねって僕は子供によく言うのは、君たちがずっといい子でずっと静かで言ったら多分無理だと思うって、うん、だけど気づいた時にすぐ戻って、うん、そうしたら僕は褒めてあげるって、うんうん、だからよく僕面接でやってるよね、ますね、うん、ちゃんとやろうねって言ってても子供どうしても動いちゃったりするんだけど、でも僕は見ててパッと戻った瞬間が、うん、気づいて戻った瞬間があったら、ね、もう親御さんの面接を聞いてる最中でもすかさず褒める、うん、これはもう現行犯での、現行犯って言っちゃおかしいな、現行犯での評価だから、うん、すごい今戻れたって、はい、うん、こういう今気づいて戻れたってものはすごく大事なんだよっていうと、子供ってなんかね、手がわちゃわちゃ動いたりとか、うん、キョロキョロしだしてもハッと戻ってまいりますよね、また褒められたいっていう気持ちもあるかもしれませんね、うん、そうだからそういう風にでもやってでも、うん、しっかりと意識をつけさせて、ちゃんとしなするべき時にちゃんとしなきゃいけないんだっていうのを子供の自覚を持たせておけば、たとえちょっとテストでやらかしたとしても許されるかもしれない、ね、まあ、やらない方がいいんだけど、うんうん、その中でもそうだから今日のね、お題の子供の癖や態度どこまで許されるかっていうのは、基本は許されないと思って挑むんだけど、まあ、なっちゃうけど、ちゃんと子供の自覚があって、ちゃんとずっと騒ぐんじゃない、ちょっと騒いじゃっても限度を超える騒ぎ方をせずに、あやばいと思って戻れるっていうところに、なんだか子供の意識をしっかり自覚を持たせておけば許されるかもしれない、そうですね、うん、はい、っていうところ、はい、うん、さあ
ではどう直していけばいいかということ、ね、でもこれ親の意識だね。あの子供自身では絶対に無理、子供の成長を待って何とかなるって、もう4月生まれならワンチャン何とかなるかもしれないけど、早生まれなんてまず無理だからね。そうですね。でもね、早生まれ早生まれってど単純だからね。だからもう声かけの技がいろいろとありますからね。そう、1,2,3 月はど単純だからね、本当にこのあたりはね、うまく言葉で載せるとね、うん、楽勝。そうですね、うん、一番難しいのはね、なんだろう、その間ぐらいだよね、うん、なんか90、11、12あたりがね、うん、どっちにもいかないからね。要素持ってる子もいますからね。早生まれっぽい子もいますし、ね、その子たちはもうやっぱその子に合わせてさ、どっちに行くかしっかり話して聞かせるか、乗せておだてていくかみたいな戦略書いてますよね。戦略書いてる。もうこのあたり一番難しい、うんうんうん、11月が僕一番難しいかな、なんか早生まれ寄りのちょっとしっかりした子みたいな、うんうん、なるほどね。そうということでね、まあ、受験に向けてだんだんもうそろそろカウントダウンを意識するような時期になってまいりましたが、やっぱりペーパー以外の部分で何か気になることがあるのだとしたら、そのお母さんお父さんの予感は当たってると思っていいと思う、うん、直すべきなんだと思う、直すべきだと思う、うん、で、どうにかなるさはならないと、あの子供の、うん、なんだろう、なんかよく聞くのはその子供の良さっていうものがなんか なんだろう、こう押さえつけちゃうよね、うんうんうん、やだみたいなことを言うけど、でも別に僕は押さえつけてるっていう感覚がよくわからなくて、うん、だってちゃんとすべきところでちゃんとしなきゃいけないって教えるのも僕は当たり前だと思ってて、広くくければ社会性ですからね。そう、うん、なんか好き勝手、じゃあ5歳まで何やっても好き勝手していいのかって言って、うん、6歳になってそれが治るかって絶対治んないから、うんうんね、グラデーションですからね、もうちょっとずつ変わっていかないと、うん、じゃあちゃんとすべきところではちゃんとしなきゃいけないは、うん、なるべく僕早く教えた方がいいと思うから、そうですね、うん、早い時はもう2歳3歳で教えちゃってもいいと思うし、うん、家では好き勝手どうぞって、うん、外ではダメだなって、うんうんうん、そうで勉強が始まったら勉強すべき時はどうするか、先生のお顔を見て話をちゃんと聞く、うん、話聞くっていうのもねこれ大事、うん、なんか最近よく学校に行くと話を聞くことが大事みたいなことよく聞くよね最近ちょっとね原点回帰してるようなことありますよね、うんうん、僕たち毎年ずっと学校行ってて、うん、先生たちのお話聞いてから言えるんだけど、今年なんか特に話を聞けることっていうワードをよく聞くなと思って、うん、いろんな学校で、そうですね、うん、話聞けなきゃ多分無理だと思う、うん、そうですね、それはもう間違いないんです、ね、うん、で姿勢を見てるからね、話聞く姿勢、うん、そうね、だから顔をちゃんと目と目が合っているかどうかっていう、うんうんうん、そう、あの今うちにいる生徒一人、あの顔見ないんだけど話聞ける子いんだけど顔見ろっつって、そう、そう、別に問題解きりゃいいってもんじゃないから、うんうんうん、姿勢を見てるからね、なんて先生たちはどういう目線で見てるかって、この子たちがさ小学校入って授業が受けられるかどうかって、自分の担任、自分が担任と過ごすかもしれない、自分が担任となって見てみて、うん、この子たちがちゃんとモテるかなと思ったら、うんうん、よそ見してなんか違うこと考えて、ちょっと不安になりますよね、ちょっと待ってってなるでしょ、うん、って思うと、僕は子供たちもそれはっきり言っちゃうけどね、なるほど、だって君たちはこれから小学校上がって授業を受けるのに、先生たちがさ試験やって立ち上がったりあっちゃこっちゃ行く子がさ、先生たちは安心して授業できるとできないって言うから、うん、じゃあ無理じゃん、うん、それはやっちゃダメなんだよって、うん、テストとしては先生に安心してもらわなきゃいけないんだからって、そうですね、うん、そう、僕は子供にはっきり言っちゃうそれはということでね、自然にどうにかなるものはあまりないかな、ないね、はい、4月生まれぐらいかなワンチャンできたとしても、ね、でも4月生まれ4月生まれで頭が回るからね、そうですね、あの頭も回る子軍団の中で浮いちゃったら大変ですからね、そう、4月はもう小学生よ、はい、うん、そうです、ね、本当に小学生かと見間違えるぐらいでちょうどいいぐらいかな、うん、そうですね、うん、こんなところでしょうかね、うん、はい、ありがとうございました。では教室からのお知らせです。子育て幼児教育相談会、平日土曜日に行っています。これどんなものか気になる方はぜひ YouTube の概要欄のところにリンクあるので見てみてください。小学校受験だけじゃなくて子育て全般に関する相談もできます。例えばその今日みたいに、子どもの、そのペーパーとか以外の部分、姿勢だったりとか気持ちの部分で、なんだろう、まだ全然変わってないよとか、だから僕とこういう話ができないですね、うん、そう今通ってる幼児教室の方からそのあたりの働きかけがないよ、家でやってくださいしか言われないんだけど、どうすればいいんですかとか、そういった質問でも大丈夫です、うん、はい、あとは、体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号0333900750番、メールアドレスはご覧の通りです。まあ、先ほどの体験授業一瞬触れると、あの、まあ、教室のフレンドリースクールの場合です。それを毎週ね、あのちょっとした微動修正、あ、微調整をね、日々やってるような感じですね。なので、あの受験期には落ち着いて取り組むことができますよといったところです。そのためにはご両親の協力も必要ですということで
ですね。はい、こちらのフレンドディスクルのチャンネルでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。テーマリクエストなども大歓迎です。YouTube へのコメントやメールなどでお気軽にどうぞ。またこちらの、チャンネルへのチャンネル登録、こちらの動画への高評価などもいただけますと嬉しいです。今日もありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。